た時のベッドってどうしてこんなに気持ちいいんだろう。いっそのこと、もうこのまま寝ちゃおうかな。こら、舞、いきなりベッドに飛び込むなんてはしたないですの。授業で疲れているのは分かっていますの。でも帰ったらまずは手を洗って体も拭いてからでないと。ああ、うん、そうだったね、ごめん。もう前から思ってましたけど、あなたって時々男の方みたいな行動をするんですのね。舞はとっても可愛い女の子なんですから、もったいないですわよ。ありがとう。舞、どうしたんですの、ぼーっとして。なんでもないよ。さては、私に体を拭いてほしいんですのね。仕方ない子ですの、舞は。違うって、一人でできるよ。あ、もう残念、逃げられましたの。はーい、どなたですの。あ、ファイコットさん、これクッキー作ったんだけど作りすぎちゃって、よかったら食べてくれない。ええ、それじゃあお言葉に甘えて。とても美味しそうなクッキーですのね。ありがとう。夏目さんと二人分でこれくらいでいい？え、あ、私は。どうも、ありがたくいただきますの。あ、でも私一人ではこんなに食べられませんわね。ノエルたちを呼んできますの。気を使わせちゃったな。お待たせ、ご飯持ってきたよ。あ、待ってたよノエル。そんなに目を輝かせてくれるなんて。私、料理の勉強してて本当によかった。え、ノエル、料理の勉強してたんだ。でもそのおかげで舞がご飯を食べられるんだから、よかったのかしら。みんなを呼びに行ったら、ちょうどノエルのデスディナーが完成したところだったなんて。おかげでおぞましいものを見てしまいましたの。じゃあ
わ、何か魚介類ではない足のようなものが見えますの。さあどうぞ召し上がれ。じゃあ早速いただきます。うわ、相変わらず迷いなし。ノエルのご飯は最高だよ。いつも本当にありがとう。ねえ、もしかしてだけど今日のは本当に美味しいという可能性もあるのかな。マイが食べられたということはその可能性は低いと思うけど。マイ、少しだけ味見させてもらうね。あ、うん。聞かなくても分かりますの。ほんのひとかけらでこの破壊力、まさにデスディナー。ああそんな。あマイちゃんどうかした？もしかして変なものでも入ってた？うん、ごめんね、ちょっと考え事。大丈夫、変なものなんて入ってないよ。とっても美味しいよ。変なのは入ってるものじゃなくて出来上がったもん。ダメよ、マコト、それ以上はいけないわ。考え事ってもしかして味覚のこと？ああ。うん、まあね。こうして私のご飯を食べてくれるのは嬉しいけど、早く舞ちゃんの味覚が治ればいいのにね。ノエル。大丈夫ですの。そのために私たちはリミックスハートを結成したんですのよ。うん、そうだよ。青の魔導書さえ見つかれば超味覚だって絶対治せるよ。そうね、みんな頑張りましょう。うん、はいですの。ありがとう、みんな。でも味覚といえばさ、味見ができないんじゃ来週大変だね。え？何が？食事当番だよ。俺、マイとカジュン、確か来週だったよね。え？カジュン、もしかしてマイに伝えてないの？ああ、そういえば私としたことがすっかり忘れてましたの。絶対嘘だ。うん、忘れてたふりをしてあわよくばそのままサボろうとしてた時の顔だよね、あれ。舞は最初の1週間は学校に来ていなかったから説明を受けていないと思うけど、この寮ではね、生徒たちが交代で夕飯の食事当番をする決まりになっているの。ああ、そういえば私が初めて学校に来た日は椿たちが食事当番だったよね。まあ最初は如月先輩から私たち3人に与えられた罰だったんだけどね。それが思いのほか好評でそのまま当番制になったんだよね。うん、好評だったのは主に私と椿の料理だけどね。へえ。
その食事当番が来週、私とカジュンになるってこと？その通りよ。へぇ。食事当番？うわ、反応遅っ。それだけ意外だったんだね。正直、食事当番なんて面倒ですの。私、調味覚のせいで味見もできないし、料理なんてしたこともないし。ああ、マイって箱入り娘っぽいもんね。うわあ、どうしよう。大丈夫、私が全力でマイちゃんをサポートするから。待って、ノエル、それ、不安が倍増するだけだから。そんな。じゃあ私も手伝うよ。これでも食に関してはちょっとうるさいんだ。私も味見をするわ。だから舞は心配しないで。みんなありがとう。でもね、一つだけ問題があるの。問題？そう、この寮の食事当番は食材も自分たちで調達してくる決まりなのよ。軍事訓練の一環だから町で材料を買うことも禁止されているし、他人が手伝うことも違反になってしまうわ。この前もズルしたチームがエマ先生からかなりきつい罰を受けたらしいよ。つまり食材の調達は私とカジュンだけでやらなきゃいけないということだよね。そういうこと。私たちの時は3人だったからまだ楽だったけどね。あの時の誠かっこよかったよね。次から次へと食材を手に入れて。そういうノエルンは獲物に逃げられてばかりだったよね。私は山菜をいっぱい取ったもん。でも料理することに比べれば調達の方は気が楽だよ。マイは運動神経も抜群だもんね。でもみんなのおかげでなんとかなる気がしてきたよ。私頑張ってみるね。頑張ってね。調達から帰ってきたら私たちも全力でサポートするわ。仕方ないですの。それではルームメイトとして私も前に付き合うことにしますの。うん、もともとカジュンは当番だからね。でも当番は明後日からだからあまり時間はないわよ。食材の調達に使える時間は明日だけか。それじゃあ明日の朝に出発しようか。カジュンはそれでいい？ええ、それでは私は朝までに準備を整えておきますの。私も何か手伝えることはある？舞はゆっくり休んでて構いませんわ。明日はたくさん走ってもらうことになりますの。そうなんだ、お手柔らかにね。それじゃあ私たちはそろそろ部屋に戻りましょうか。二人とも明日は気をつけていってらっしゃい。舞ちゃん、カジュンちゃんも頑張ってね。おやすみなさい。じゃあねーって、クッキー、私のクッキーどこ？あ、そういえばクッキーを一緒に食べようという話でしたわね。はい、これですの。これはまさかくるみクッキー？この芳醇かつ香ばしい香り、これってもしかして最高級のくるみじゃない？はいはい、クッキーは部屋に戻ってから食べましょう。部屋に戻るまで待ちきれないよ。もう、まことったら。
マイ、お疲れ様。あとは私の出番ですの。カジュン、これもウサギを追い回してくれた舞のおかげですの。あはは、体はガタガタだけどね。それじゃあ次は山菜を取りに行きますの。え、もう次？ん？どうかしましたの？ごめん、少しだけ休憩させて。大丈夫ですの？うん、少し休めば平気。不思議ですの。舞は運動能力テストの時いつも好成績でしたのに。ペース配分を間違えたみたい。まあいい、冷たいお茶ですの。ありがとう。カジュンはすごいな。何がですの？頭はいいし、術式も使いこなせて。ほら、即席でこんなトラップだって作れちゃうし。私はそんなに何でもできないから尊敬しちゃうな。そんなことありませんのよ。運動能力ではマイヤー誠には到底かないませんし、術式適性だってノエルの方がはるかに上ですの。ノエルは別格でしょ。如月先輩の持ってた士官学校の記録を塗り替えちゃったんだから。それでも私より能力の高い人はたくさんいますの。器用というのは椿のような人のことを言いますのよ。私のはただの器用貧乏ですの。あえて言うなら力の使い方を考えているだけですの。力の使い方？そう、術式もただ使うだけではなく応用して組み合わせることで1の力を2にも3にも見せることができますの。それはわかるけど、そんなに簡単にできるものじゃないよ。私は構造を紐解いて研究するのが好きなんですの。コツさえつかめば舞もすぐにできますの。それに舞がたくさん走ってくれたおかげで食材が手に入ったのだから、そんなに落ち込む必要はありませんのよ。そっか。うん、ありがとう。よし、だいぶ回復してきたよ。じゃあそろそろ山菜を取りに次のポイントに向かいますの。うん、よーし、頑張るぞ。地図によるとこの辺りが山菜のあるポイントのはずですの。山菜、確かにあるにはあるけど、あんまり見当たらないね。はて、おかしいですな。そういえばノエルが山菜をたくさん取ったって言ってたけど、まさかこの辺全部取り尽くしたわけじゃないよね。デスディナーの材料は不明。ありえますな。でもどうしよう、どっちにしろこの様子じゃあまり取れそうにないし。うわっと、危ない危ない。もう足元には気をつけないといけませんわよ。なんだろう、
も何かにつまずいて。マイ、それは知ってるの？なんてことですの。え、それはトリフネイモですの。トリフネイモ？山芋の一種で、このトリフネの気候でしか栽培できないと言われている幻の芋ですのよ。へえ、植物の根かと思ったら、これ芋なんだ。マイ、落ち着いている場合ではありませんの。え、このトリフネ芋は疲労回復のほか、新陳代謝や細胞の増殖を促進させる効果がかなり高いと言われてますの。はい。それだけではなく、ビタミンやミネラルもとっても豊富で、若返りやダイエットにも絶大な効果があると立証されてますのよ。つまり私たち乙女にとっては夢のような食べ物なんですの。そうなんだ。すぐに掘り起こしますわよ。うん。で、え、これ掘るの？でもそんなのメニューの予定にはなかまあいい？こちらの端っこをつかむんですの。私はこちらを。え、あ、はい。いいですの。せーので、引き上げますわよ。せーの。せーの。なんとか。ごめんなさい、ちゃんと言っておくべきでしたの。トリフネイモは抜けるときは一気に抜けると。平気平気、ちょっとすりむいただけだから。で、おお、どうかしましたの？カズン、周り、これは。おお、すごい、大きいのばっかりだよカズン。きっと斜面の下にあったおかげで、誰にも見つかることなく育ったんですのね。これなら食材はすぐに揃いそうだね。ええ、こんな場所を発見するなんてお手柄ですの。あ、私は転がってただけだから。あ、そうだ、はいカズン、これ。トリフネイモ、どうぞ。だから受け身を取らなかったんですの？ほら、どこも折れてない、綺麗なままだよ。もう無茶して。そんなものよりあなたの体の方が大事ですのよ。うん、分かってる。ほら、私なら全然大丈夫だよ。マイ、やっぱりどこか痛めたんですのね。なんてね、冗談だよ、びっくりした。マイったら、そんな冗談は好きではありませんの。ごめんごめん。さ、それよりも早く山菜を集めちゃおう。暗くなる前に戻らなきゃ。
そうですわね。じゃあ二手に分かれて手早く終わらせましょう。舞はそちらに生えてるキノコをお願いしますの。うん。大きいし、きっと美味しいよね。こっちのは赤い。これもキノコだよね。でもこれはやめておこう。この色、多分毒キノコだ。あ、こっちのはすごく綺麗。これは多めにいただいてっと。こっちはどうですの？ああ、カズン、私の方は終わったよ。ほら、こんなにいっぱい。あらら、これはまたたくさん取りましたのね。あら、あ、どうかした？残念ですけど、毒キノコが混ざってますの。嘘、誰？ほら、これですの。これ毒だったの？見た目に惑わされてはいけませんのよ。例えばほら、そこの赤いキノコは安全ですの。うわ、それは毒キノコだと思ってたよ。キノコは種類が豊富ですの。注意が必要ですのよ。みんなの口に入らないよう、寮に戻ってから検査もありますけど、念のためここで分けておきますの。はい、これで大丈夫ですの。ありがとう、カズン。さあ、これで寮生1週間分の食料が集まりましたの。あとは帰るだけですのよ。そうだね、日も暮れ始めてるし早く戻らなきゃ。ええ。あれ、あれは何ですの？ん？どれ？イノシシですの？しかも大きい。気をつけて、カズン。カズン！大丈夫ですの？カズン、そのカゴ貸して。どういうことですの？このイノシシ、自分の縄張りを荒らされたと思って怒ってるんだ。カジュンが持ってた山菜を取り返そうとしてるんだよ。貸して、早く。ほら、こっちだ。